はい、どうもこんにちは。こんにちは。はい、今回はですね、2020年5月3日に行われます天皇賞の G1 ですね、予想していきたいと思いますが、まあ普通にやってもね勝てないんでね、嫁がね超能力者なんで、ここに馬の名前を14頭分書いてますんで、これを選んで並べていってもらって、そのまんま馬券買いたいと思います。好きなのを3枚選んでね。あ、順番はこの順番ですか？うん、その順番、右から1、2、3。あ、右からこれが1番ですね、うん、まずは3番から。ドゥルン。おお、3番の3、当選カンビーナです。強い。何番人気？6番人気ぐらいやったかな。もっとか。10番か。わ。そして、第2着は、スティッフィリオ。6番の、スティッフィリオ。そして、1位は、未来への翼。9番となりました。ということで、1着は9番、2着6番、そして3着3番。この順番になりましたね。もしこれが来たら多分家買えます。それでは当日楽しみに待っておきましょう。占いはどうなるのでしょうか。チャンネル登録よろしくやで。